本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔鋼炉爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。魔鋼溜まりを目指す。ハグ、ドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで、俺らでやり遂げる。あ。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。擁護するのか。いい迷惑だ。アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔鋼炉を止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？んなもん。特にない。ふん。はっ、こんな。あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 ンだ。文句はないんだろ。4番街営業所の混乱が一番激しいんだよ。もう放っておいてくれ。ティファはどうした？ほったらかしにすんじゃない。臨時 ID スキャニング中です。どうして？臨時 ID スキャニング中です。
非常警戒態勢を発動、手配 ID の疑いあり、後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウド、そいつらお願い。任せて。車両のシステムに移動。3分後、この車両が確認されます。とにかく前の車両に。立ち止まんじゃねえ。助かりてえならとっとと行け。クラウド、車両の副システムを使用して、まもなくこの車両が確認されます。急げよ。追い打ちだ。ここで仕掛ける。やっ、うわあ。手配 ID 処理者3名を追って、該当車両にて車内確保及び隔離準備を行います。ほら、早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。では、私が面倒を見る。守るから。キリがないな。手配 ID 処理者、3名の確認を確認。相当警備に行く。トイレ様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか！速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。ディファ、行けるか？大丈夫。痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。
悪くない動きだ。頼もしいでしょ。から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。マコーロから近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。E まで。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコーロ線だね。まずは線路沿いにマコーロ方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコーロ近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけて。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。うん、はっ。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。
目印は神羅の犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に五番マコーロへの道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。先だぜ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。うん、隙を突く。ここまで敵に叩き込む。ここで仕掛ける。行く。こちら。まだ。邪魔だ。力を見せる。これだけでも勝てたな。どうだろう。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。一気に行くぞ。シャワー浴びたいな。なんだろう。気味悪いな。モンスターですかな。ああ、プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバいことになった。魔法のせい？ああ、神羅のせいだ。あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。じゃあこっち来いよ。考えておこう。どけ。ここで仕掛ける。これだ。終わり。行くよ。じゃあね。消えろ。終わった。あんたの出番はない。そりゃあありがてえな。そこ追い打ちだ。じゃあどんなのよ。行け。一気に叩き込む。次に備えろ。うん、分かってる。Woo!
ワークでも作る気かよ。はぁ、キリッ、うん、なんだ、仕上げろ、女王様のお出ましか、ここで仕掛け、そこだ、ここまで、上手にかけてるね。ああ、いけすかねえ感じがよーく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は不思議か。何だこっちゃったな。適当に終わらせて帰るぞ。どこから入ってきた。ここにあったやつら、えっ、行け、はい、そこは、やっ、車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが、おお、貴様はここの連中と一緒に
仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガの向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてだ。全員蹴散らすしかねえ。進めると思うな。金しろ。沈め。終わりだ。追い打ちだ。
悪いな。負けるわけがねえ。バレットってば。警備多いね。妙だな。中継スタッフを頼め。各機通路を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。遊んでやれ。
解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。ポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハッハッ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。せめえ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。